はい、サウスブロースタジオ今川でーす。今回はコーラスのお話をしていきたいと思います。あんまりされている方はいないので、普段練習をされているしている時にあまりコーラスって意識していない方多いと思います。練習の時になんとなくハーモニーを入れてやってる方いると思うんですけれども、レコーディングになると全部のパートで言ってることなんですけど、一個一個音を取るわけですよ。ということで、そういったハーモニーのそのブレなんかも非常に気になってしまうわけです。例えばですね、今回もバトアースさんの曲流します。感じの曲があったとします。レコーディングに入る前にちょっとボーカルさんにちょっと仕打ちのようなことをしますが、例えばボーカルがこういう歌だとします。主戦ですね、メインボーカル。 Don't be afraid of mistake, don't be afraid of change, don't be afraid of tonight。これにコーラスを入れると、 Don't be afraid of mistake, don't be afraid of change, don't be afraid of tonight。 ギターのコードジャーンって出してボーカルを歌って、コーラスをやるということをやってみてください。そうすればね、コーラスずれてるとかハーモニーがおかしいとかっていうのよくわかるはずです。例えばこんな、これレコーディングですから普通にギター弾いちゃってるんですけど、ちょっとギターを低めにして流します。 Don't be afraid of mistake, don't be afraid of change, don't be afraid of。 ちょっとバトアースさんには悪いんですけど、コーラスだけいくと、 Don't be afraid of mistake, don't be afraid of change という、Don't be afraid of mistake, don't be afraid of change, don't be afraid of tonight。 結構うまくいった方だと思います。多少ズレ感、ピッチのコーラスの方のピッチ感ちょっとズレ感はあるんですけれども、まあそこまで気にならなかったので直してません。このコーラスですね、普段やっぱり練習でなんとなくハモリうまくいってるような気がして歌ってると思うんですよね。で、レコーディングになるとやっぱりみんな引っかかってしまってかなり苦労します。で、コーラスって本当はね、ガヤっつって騒ぎの音とか盛り上がってるヤーとかイエーとかっていうやつを入れたりして楽しい作業のはずなんですが、苦戦してます。実はですね、コーラスってちゃんと音を分かっていないと難しいことなんです。ピアノやられて譜面で弾ける方なんかは非常によく分かってると思います、ハモリの音っていうのも。まあ大体の方はコーラスで引っかかります。そしてこのバトアスさんの場合はまだ全然違うんですけど、ほとんど修正はしていませんが、今まで撮ってきた方、バンドさんだったり、まあアコースティックもそうです。コーラスに関しては全修正です。ほとんど合っていません。残念ながら合っていません。大変なことになってる場合が多いです。ということで全部修正させていただいてます。これね、前にもお客さんにも説明したことがあるんですが、なかなか理解していただけなくて、もうちょっと俺もやり方は考えなくちゃいけないなと思う点ですね。ということで、コーラスもしあるような曲であればしっかり練習してみてください。アコギでね、いいんですよ。じゃーってコード出してそこを歌って、でコーラスをちゃんと合ってるかな合ってないかなっていうのを確認してみてください。しまいにやっぱりここのコーラスやめるとか言っちゃう人もいます。やめるの？で、コーラス実はですね、結構いっぱい入れてほしいんですよね。やっぱり歌なんですよ。で、そのメインボーカルがあってコーラスが乗ると
このメインボーカルがものすごくメインボーカルの歌詞がすごく生きてくるっていうことがいっぱいあります。ということでぜひ頑張っていきましょう。私もいろいろ努力して頑張ります。ということで今回5、6回何回やったの忘れたけど、まあ何回かに分けてレコーディングについてのお話をしていきました。ここ数年でうちのスタジオでやってみて感じたことだったり、うまくいかなかったり時間かかったりする部分のお話です。実際やってみての話ですね。うん、これからまたまた私もアップデートしていきたいと思いますし、でお客さんの要望とかいろんなこと、こんなことしたい、あんなことしたい、こんな音入れたいとかっていうやつ、そういった要望にもどんどん応えていきたいと思います。残念ながら機材に関してはね、最初に言ったように卓録のよりは全然いい音で撮れますよという感じで、うちはマスタリングまで一応やっておりますので、あ、今回流したのはミックスの音ですね。マスタリングの音はまたもちと しまった音になっております。で今回最後まで協力していただきましたバトラスさんの No Fear という曲ですね。バトラスさんありがとうございました。非常にいい曲です。最近まあこのコロナということもありまして活動はあまりしてないのかな。めちゃくちゃいいバンドですよね。かっこいいですよね。ぜひバトラスさんも応援してみてください。そして私サウスブロスタジオもよろしくお願いいたします。また気になったりこういうことしたいとか、まあ雑談だったりいろいろですねことを話したいことがありましたらこうやって動画を撮ります。もしよかったら、皆さんの少しでも何かためになればいいかなと思います。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして何かご質問あったらよろしくね。ということででは、また。